でも連絡はこの車谷のその携帯が登録されてしまってるんで、でも何時何時にって言うと、あ、わかりましたって言わはったんですね。ほんで普通にもう自分はもうそっからもうほぼほぼね、もうお腹もいっぱいになってきたからもう帰りたい。で、お腹いっぱいになってもう帰るわって言って、もう気持ちはもう風俗ですよね。で、こうタクシーでわーって帰ってたら、車谷さんからパーンってLINE が入ってきて、すいません、もう女の子が到着してるみたいなんですけれども、鍵が開かないと言って私のところに何件も連絡来ています悪い悪い言うて、せやな、そうか、車谷さんの携帯から電話したからや思って、そんなすぐ来んねやと思って、でもう運転手さんにちょっと急いでください言って、で飛ばしてもらって、んでパッて玄関の方を見たら、もう女の子一人もこういうさ、カバン2個持ってこうやって立っててで、なんかこう、なんかこう覗いてあるから、後ろからすいませんって言って言ったら、うわっと見た、あ、どうもって言って、まあ、顔はすごい良かったんですよ、良かったんですが、足に重くそタトゥー入ってて消してたでしょって言って、また消してたでしょタトゥー、はい消してましたって言われて、もうしゃあないけど、そこちょっとこうやってね、布団でパッて隠しながらプレイしました岡村隆史のオールナイトニッポンどうもこんばんは、岡村隆史です。もう本当にね、これはもうずっと僕昔からこう言うてるんですけれども、タトゥー入ってんやったらタトゥー入ってるって言ってほしいけどね、ほんまに。でもそれがもうしょうがないなら、もうそういう写真に載せないでほしいですね、消したままっていうのは。それもすっごいもう、あ、また入ってるわと思って、しゃあないから自分のこの掛け布団の方にさっとこう見えるためにこうファッとこうかぶせて、隠しながら、ないもんやとしながらプレイさせていただきましたけども、その時もあれですね、ちゃんと持ってきはるんですね、バスタオル持ってきて、あ、僕お貸ししますよって言うのが、いや大丈夫ですって言って、自分のとこからバスタオル持ってきて、バスタオルも自分で使って、そのままバスタオル持って帰りはって、で、あ、お水入れますね、いや結構ですって言って、お茶自分で持ってきはって、お茶自分で飲んで、ただまあそのタイマーのセットだけはね、もうやっぱりもうすぐ着いた瞬間からお店に電話して、でもピッピッピッってこう、暗闇ですけど暗闇の中でピッ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 ってこう押さえて、タイマーを押して、でタイマーをセットしてのプレーでしたけども、まあまあそれなりにはね、やっぱりこれ食べたいって思う時が一番美味しいですからね。なんか風俗って思ってる時がやっぱ一番気持ちいいもんですから、気持ちよくドーンとね、発射させていただきましたけどこんなね、今日のオールナイト、こんな発射の仕方ですけれども、おお、なんかまあ60点ぐらいですけどね、今の。久しぶりにもう風邪もひきましてね、ちょっと鼻声でしょ、何年もタバコやめてからね、あんまり風邪ひかなかったんですよ。それがもうパチンひいてしまって、んだらうちの相方がなんか喉をね、3、4日ぐらい前から喉の調子がなんかおかしいみたいな、で収録してる時もなんか突然途中から声出ようになって、ね、なんかおかしいなぁ思ってたら、なんか嬉しそうに子供から風邪うつされて嬉しそうに言いやがって、あ、そうなんか思った、俺にパチン映ったよね、お前の風邪が俺に映ってるかなと思って、ほんで久しぶりにちょっとなんか風邪ひいたもんやから、体がもう何ちゅうの、しんどい信号を出してもてやね、なんかちょっともこう、わぁしんどいわしんどいわなって、ほんだらもう今医療もものすごい進んでるんですね。ちょっと点滴打ってもらおうと思って、風邪が点滴打ってもらいに行こうと思ってたら、
血液クレンジングっていうのが今あるらしく、血液を、何しろ、まあ、簡単に言うとそのままなんですけど、クレンジングするんですって、きれいにするんですって。そうすることで免疫力が高まって風邪とかも早く治るんですって。でそんなんありますけど、それどうするんですか。で血液をちょっと抜いて、そこに何かのあれを、混ぜて、で元に戻すんですって。そうすることで免疫が上がりますって。でももうしんどいから、それじゃあやってくださいって。で血液抜いて、でそこになんかいろんなそのや何でしょうなお薬みたいなの混ぜて、で戻すんですよ。で戻した上で今度またビタミンの、まあ、点滴ですよね。点滴打ってもらって、ほんだらもう次の日スパーンってもう元気になって、すごかったです。また風俗行ってもだから元気になったもんやから、そこは行きました。はい。行ってくれる人がいたんですから。はい。なんか風俗三昧のね。風俗三昧の、週になってしまいましたけども。そう。風俗、風風俗。で、オナニオナニみたいな。シュインシュインみたいな。なんだか、量増えてますよ。シュインの量も。何言うとんねんっていう。今日ずっと何言うとんねんっていう話ですけれども。本当になんか、久しぶりやったんで、ほんま風邪ひくこと自体が。そうなってくると偉いもんで、あれですよね。コンビニでも普段買わへんもん買いますよね。なんか、ちょっとした、コンビニやのに、みかんの4個入りとか、で、ヨーグルト買ったりとか。で、なんかほら、あれあるじゃないですか。鍋焼きうどん冷凍の。あれ買って一人で食べました。そういう時思いますよね。ほんまに誰か追ってくれたらええのになって。そこは俺どう考えても、それだって風俗場作ってくれへんもんね、うどんも。